選挙ギャルズの逆ピースのルーツ。逆ピースは、お隣の国の若者が最近よくするらしいです。がネットで話題。内容はこちら。選挙ギャルズの逆ピースのルーツが話題のようです。では、ゆみゆみさんのツイートより内容を見てみましょう。ゆみゆみ。若いおいっ子に聞いたら、日本でこの逆ピースは流行ってなくて、お隣の国の若者が最近よくするらしいですね。ブラックピンクの音楽で練り歩くくらいですからね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。なんか不自然さを感じていたので、やっぱりね、という感想です。やはり、少なくとも、国会議員の国籍条項と戸籍の開示は必要ですね。いちいち答え合わせしてくれる人たち。選挙ギャルズの正体が知りたい。次はこちら。私も子供たちに聞きましたが、見たこともないと話していました。そうですね。日本では誰もしていませんね。日本で流行ってないことだけは確かですね。次はこちら。反体制の匂いがする組織にあれらが関わってないなんてことがあるわけないですから。みんなルーツお隣なんでしょうね。K-POP 流してデモ行進されてたと聞きます。露骨ですよね。最後はこちら。何かをひっくり返すと何らかの悪意を感じてしまいますね。逆ピースは戦争って意味ですかね。逆ピースにはどういう意味が込められているのでしょうね。結論。逆ピースはギャルピースというもので、90年代の日本で流行り、それが韓国に渡ったという情報もあれば、手のひらを逆向きにするのが逆、裏ピースといい、これは英国では侮辱を意味するとの情報もあります。どちらにせよ、逆ピースは今現在韓国で流行っているということには変わりがないようですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。